私は2001年7月21日、発生した日本の明石花火大会事故で当時2歳の、次男を亡くした遺族下村誠司です。まずは亡くなられた159名の方のご冥福をお祈りいたします。ご遺族、被害者の方の方にはね、かける言葉は本当に見つかりません。適切な言葉は私にはただご心中をお察しいたしております。저는2001년7월21일발생한아카시불꽃축제에서당시조살이었던둘째아들을잃은유족시모무라세이지입니다돌아가신159분의명복을빕니다유족분들피해자분들께도위로의말씀을찾을수없지만정말로마음을다해위로의말씀을드립니다1年前事故の一報をお聞きして被害の大きさに心が凍りつき目にした現場の映像に本当に胸が張り裂けそうでした。中に日本人の、留学生2名も含まれ犠牲になりました。翌日から、同じ脱走事故ということで報道陣から多くの取材が入り、いろいろ情報が明らかになり、あまりにも私たちの、事故と類似点が多く、また被害が受けられた方が本当に若い方が多く、非常に胸が痛みました。1년전사고소식을들었을때그피해의규모에마음이얼어붙었고현장영상을보았을때는가슴이찢을것같았습니다일본인유학생두명도희생되었습니다다음날부터취재진들의취재를통해여러정보들을알게되었고저희가겪었던사고와너무유사한부분이많았고너무나젊은분들이너무나어린분들이돌아가셨기때문에가슴이많이아팠습니다今年の3月16日に、発生現場に行かせていただいたんですが本当に愕然としました。映像で見ていたより思ったより道路幅は狭く坂は急で、一歩足を踏み入れたら後戻りできない、そう思いました。誰が見ても人が密集すれば危険だと分かります。起こしてはいけない事故、防げた事故だったと私は思います。本当に、ご遺族支援者とその後交流させていただき、大切な、家族を亡くした悲しみ苦しみを共有させていただき、本当に今家族のように思っています。올해3월16일사고가발생한현장에갔을때깜짝놀랐습니다생각했던것보다골목에폭이너무좁고경사가가파른길이라한걸음들었으면다시돌아갈수없을것같다는생각이들었습니다누가봐도사람들이밀집하게되면위험하다는것을알수있습니다막을수있는사고라고생각이들었습니다유족분들과지원자분들의교류를통해소중한가족을잃은슬픔과고통을공유하게되어지금은가족처럼생각하고있습니다どうぞ今日で悪夢のような私にとっても悪夢です。事故から1年を迎え、ご遺族被害者の方とこの場にこうして立たせていただいて、改めて私は事故の再発防止にできることを精一杯進めていく決意をしました。これからも李秀院雑踏事故のご遺族被害者とともに私のできることを、全て、一緒に少しずつでも前を進んで向いてを進んでいければとそう考えています。どうぞこれからもご遺族の方一緒に私と歩いていきましょう。最後に本当に、皆さんに一言だけ追加で言わせていただきます。命より大切なものはないんです。ですから必ずそこは皆さんも自分自身もいつこういう事故に巻き込まれるかもしれません。一緒にご遺族と悲しみを共有して、いろいろ前に行く再発防止策も考えていただければ、それが
自分も事故に遭わないための一つだと思いますんで、どうぞご遺族の方のご支援よろしくお願いいたします。오늘그악몽같은사고로부터1년이되었습니다저에게도악몽같은시간이었습니다유족분들피해자분들과이자리에서서다시한번사고재발방지를위해할수있는일들을최선을다해할것을다짐합니다앞으로도이태원참사가족들유가족분들피해자분들과함께조금씩이라도앞을향해나아갔으면합니다마지막으로한마디더붙이면이생명보다더중요한것은없습니다여러분들의어떤사고에앞으로도직면할지어떤사고를당할지모르니앞으로도재발방지위험에여러분들도같이동참을해주시고유가족들분들많이응원해주시고지지해주셨으면감사하겠습니다감사합니다